日中経済貿易センター理事長の大沢でございます。まずもって、この度は中華人民共和国建国72周年、誠におめでとうございます。日中経済貿易センターを代表して、心よりお祝いを申し上げます。今年は中国共産党創立100周年を迎えられ、中国の皆様にとりましてはことのほか意義深い国慶節なのではないかなというふうに拝察を申し上げます。私は2012年から2017年までパナソニックの中国総代表として北京で勤務をしておりました。5年という短い期間ではありましたけれども、中国の各地を訪問し、多くの友人と交流をし、充実した中国での生活を送ることができました。今でも楽しかった思い出が尽きることはありません。毎年国慶節が近づきますと、大通りや公園にきれいな花飾りが取り付けられ、街中が徐々に華やいだ雰囲気になってまいります。天気の良い日に家内と2人でいろいろな花飾りを見ながら公園をゆっくり散歩するのは何とも気持ちの良いことでございました。国慶節期間中、北京の名所は多くの観光客で溢れ返っていましたけれども、今年はどうでしょうか。いち早くコロナの収束に成功され、ほぼ毎年のような状態に戻りつつあるのでしょうか。私は日本に帰ってからたびたびプライベートで中国を訪問しておりましたけれども、この2年近くは全く行けない状態が続いております。また中国からの友人も来れないままの状態でございます。早く日中の往来が再開し、友人たちと直接会って積もる話を語り合いたいなと、そういった日が早く来ることを心待ちにしております。本年6月には大阪に施設兼総領事が着任をされました。また来年は日中国交正常化50周年の節目の年を迎えます。日中経済貿易センターといたしましても、総領事館の皆様のご支援をいただきながら、微力ではありますけれども日中両国の経済交流の促進に努めてまいりたいというふうに思っております。これからも摂総領事をはじめ総領事館の皆様のますますのご活躍をお祈り申し上げ、私のメッセージとさせていただきます。ありがとうございました。